皆さんこんばんは。無惨の料理教室へようこそ。本日ご紹介するのはこちら、桃トマト。あまり聞き慣れない料理かもしれないが、その名の通り桃の味がするトマトである。この私も話には聞いたことはあるが、実際に食べたことはない一品である。作り方は至ってシンプル。皮を剥いたトマトをピーチリキュールに漬け込むだけ。しかし今回は桃缶のシロップを使って漬け込んでいこうと思う。レシピ通りに作れ。だと。黙れ。私は何も間違えない。決してお金が足りなくて買えなかったわけではない。ピーチリキュールにはアルコールが含まれているため、今この動画をご覧になっている視聴者さんの中に、もし未成年の方がいらっしゃったら、試したくても試せないといったことを避けるためである。私は決して間違えない。私が正しいと言ったことが多分正しいのだ。では早速作っていこう。まずは桃の皮を剥いていく。トマトにフォークを刺し、コンロで炙っていく。しばらくして皮がずるむけになったら火から外し、冷めるまでスクフェスをやっていく。トマトの熱が取れたら皮を剥いていく。皮の剥けたトマトを適当なジャーの中に、ボウルに移し、そこに桃缶のシロップを注いでいく。一応果肉も入れておくか。あとはラップをして冷蔵庫で一日放置する。そして一日後。特に変わった様子はないが、おそらく十分に桃のシロップが染み込んだと思われ。では実食。と行きたいところだが、私は桃が嫌いなので、あとは中の人に任せることにする。じゃあ、いただきます。なんだこれ。桃とトマトってすげえ食感が似てるから変な錯覚を起こすんですよね。結構その桃のシロップが染みてて桃の味がするんだけど、でもやっぱトマトのね、この独特の風味もするから、なんかすげえ錯覚を起こす。脳がなんか騙されるな。なんだこれ、不思議な感じ。試しに桃も食べてみますか。こうやって食べ比べると全然違うと分かるね。でもこれ新しいな、面白い。決してまずくはない、不思議な感じ。うわすげえ似てるわ、ほんとなんか桃トマトって感じ。まんまだけどね。ちょ、これみんなもねやってみてほしい。不思議な感じだわ。もう それしか言いようがないんだけど。最後ですね、いただきます。思ってたよりは美味しかったな。だからこれやっぱね、ピーチリキュール、桃のリキュールとかで漬け込むともっと違った仕上がりになるんでしょうね。今度はだからピーチリキュールでやってみたいなと思います、個人的に。はい、ということで皆さんもね、興味のある方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。